はい、こんにちは。歴史年表アプリタイムトラベルの説明です。今回は複製してカスタマイズするという説明をします。年表にはダウンロードした年表と自分で作った自作の年表の2種類があります。自作の年表は2番目の発明の歴史ですが、開くと右上に編集のボタンがあります。編集のボタンからは背景色を変えることもできますし、フォントのサイズ、種類、色も変えることもできます。しかしダウンロードした一番上の世界の歴史を開きますと、編集のボタンがないので各行に色をつけることもできませんし、テキストを変えることもできませんし、テキストの色、サイズ、種類の設定もできません。でもこの編集をする方法があります。それはダウンロードの年表を自作の年表にしてしまうことです。その方法は、編集から世界の歴史を選んで複製を作るを選択します。これで全く同じデータの自作年表が作成することができます。はい、一番下に世界の歴史複製ができました。一番上に持っていきます。名前とアイコンを変えます。編集、アイコンをタップ、戻る。はい、同じ名前の年表が2つできましたので、ダウンロードした方を削除します。はい、複製した自作の年表世界の歴史を開きます。はい、右上に編集のボタンができましたので、これで自由な設定が可能になりました。編集、背景色、設定完了。はい、背景色の設定ができました。文字も書いてみます。サイズ、大きく、設定、フォントの色、赤にします。フォントの種類も変えましょう。はい、設定完了。はい、以上です。